やっほー、なんか今始めれんかった。なんかエラーみたいな、始めれんかった。なんかおかしい、リオのショールーム悲しい、リオのショールームおかしい。調子が悪いですね、リオのショールーム。ショールームちゃん始めれませんでした。なんで、ちょっと待ってね、テロップ入れます。ありがとう、みんなギフトコメントありがとうございます。テロップ入れれました。ありがとうみんな、おはよう。おはよう。ギフトコメントありがとうございます。あ、お仕事行ってきます。いってらっしゃい、いってらっしゃい。ありがとうみんな、朝から来てくれて嬉しい、ありがとう。ショー手袋なの、パンダちゃん可愛くない？しかもさ、開いてるんだよ、だからね触れるの、可愛いでしょ。パンダ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 、パンダってさ、なんて鳴くんだろう。パンダ、パンダ。イエーイ。パンダちゃん。かわいい。パンダ。でね、このパンダちゃんね、すごいんよ。ここにさ、ボタンみたいなのあるじゃん。こうやったらね、ちゃんと手袋になるんだよ。すごくない？こんにちは。私、パンダです。パンダです。そう。すごいよね。このボタンになってて、こうしたら使えるし、ボタン外したらこんな風に暖かくなる。すごいいい手袋ですね、これは。あ、やばい、あ、閉めれた閉めれた。パンダちゃん、ありがとう、みんなギフトコメントありがとう。アップするとメナに似てる。メナに似てる？本当？確かに垂れ目な感じとか似てるかもしれない。ヘクキラキラ送りました。嬉しい、ありがとうございます。やったー、みんなもキラキラとかありがとうね。めっちゃ嬉しい、リオありがとう。久しぶりにさくらんぼちゃんをつけました。どうですか、さくらんぼちゃん。さくらんぼちゃん、パンダの尻尾は黒白どっちだ。え、黒、多分多分だよ、全然あの予想。
画角的にさ、リオ頭の上いつも見えないんですよね。上すぎたらね、ちょっとね、触りにくいんでしょう、携帯が。そう、こうやってし体を丸めたら見えるんですけど体を丸めたら見えるけど、あ、白なの？そうだったの？すごい、覚えておくね。というわけで皆さん、ギフトコメントありがとう。キラキラも嬉しいです。今日はイベント5日目ということで、なんとあと残りイベントも今日入れたら3日、あと3日なんですけど、ラストスパートになります。あラストスパートです。本当に明後日か、もう最終日が、最終日明後日ですね。早い、早いですね。なんとラストスパートなので、皆さん最後の最後までリオを信じてついてきてくださいそう、最後の最後までみんなリオツンルームみんなで駆け抜けましょう。あ、ちょ待って、まずさ、みんなで1位取るぞ。おお、しようしよう。まあな、みんなで1位取るぞ。おお、しますよ。いきます。あ、初見さんありがとうございます。カメラリュウです。ぜひフォローしてください。中学3年生15歳です。今ショールームイベント中で本気で1位を目指しているので、もしよければキラキラ星100個と無料ショーゴールド余っていたら投げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあみんなで1位取るぞ。おー、しますよ。今日もいきます。みんなで1位取るぞ。あーあ、みんなありがとう、一緒に応してくれて嬉しい。あリオツンルームなら大丈夫です。このまま団結していけば絶対みんなで1位取れる、取れる。信じましょう、お互いを。みんなで団結しましょうで、まず今日のタイムテーブルを発表します。こちら、こちらです。この枠は7時50分までします。そう、あのいつも8時までするんですけど、あの毎日学校があるんですけど、あの8時までやった時は本当にもうめちゃくちゃギリギリで学校行くんですよ。もう滑り込みみたいなあの朝読の時間ギリギリみたいに行くので、そう、でも今月受験なんですよね、リオ。そうだからちょっとやばいのでそうなので今日はね7時50分までします。その分夜に時間をあるんですけど、どう夜もね、学校だとリオお仕事があって、今日もそう毎日お仕事なんですけど、理想だったらそのお仕事がその予定通りに行って、その理想だったら2枠目が18時から18時20分の20分間したいと思います。そして3枠目が19時10分から21時の110分間するのが理想なんですけど、あの今日ね、その学校の後お仕事があって、でそのお仕事がね何時に終わるかはっきりとは分からないんですよね。だから前後するかもしれないから、まだちょっと分からなくて、なのであの大事なのはね夜で、夜が勝負なので、そうだからあの18時9分までにこの2枠目の配信がもし始まっていなかったとしたら、あのお仕事が押しちゃったんだなって思ってもらって、そうまだねお仕事終わってないんだなと思ってもらって、でその2枠目がね18時9分までに始められなかった場合は、このタイムテーブルを変更して18時50分以降から21時の配信に変更になるので、
皆さん、よろしくお願いします。ごめんね。そう、朝でね50分してるから、そうそう、夜はね130分するんだけど、そう、よろしくお願いします。詳しくはねショールームのプロフィール欄に書いているので、ぜひ見てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてね、ミッションを達成してキラキラ星100個と無料ショーゴールドをこのね夜の配信でも投げてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくね。21時まで不利ですね。そう、不利なの。そう、リオね中学3年生で15歳だから、そう、9時までしか配信ができないんですけど、でもその中でみんなと一緒に楽しみながら頑張ります。全力で。負ける気持ちは、やる気、やる気、勝つ気持ちは誰にも負けません。そう、でもねこれでもね9時までできるようになってね、すごい変わったの。あのね、14歳までは8時までしかできなくて、そうだから15歳になって9時までできるようになったんですよ。そうだからね、ビスの時とか一昨年のもっと不利だったこれでもまだできるようになりましたそう、というわけでこの枠は50分までなので、よろしくお願いしますそしてこのイベントの説明をします。今こちら STU48 写真集制作権争奪イベントに参加しています。このイベントなんとあさっての2月9日19時59分までとなっております。ラストスパートですはい。でこのイベントは最終的に1名の人がセルフプロデュースのソロ写真集を制作することができます。でランキング1位2位3位の3名が最終審査に進めて、最終審査で選ばれた1名がソロ写真集を制作できるんですけど、リオは3位以内目標じゃなくて1位になって自信を持って写真集最終審査に進んで絶対に写真集を出したいので、皆さんお力を貸してください。よろしくお願いします。そして有料ギフトでのね応援もすごく大きなポイントになって、一番ランキングに影響するのが有料ギフトなんですけど、誰でもできる無料ギフトでの無料の応援もできます。それがですね、毎日1日2回デイリーミッションというミッションを達成したら無料でキラキラ星や無料でショーゴールドがもらえるというミッションがあります。で昼と夜で切り替わるんですよ。1日2回、昼が3時から14時59分、夜が15時から26時59分で昼と夜で切り替わります。そうだから1日2回ミッションを達成してキラキラ星やショーゴールドが手に入れることができます。なので稲妻マークとみんなのとこにもあると思うんですけど、稲妻マークをポチッと押してもらったら、はい、ポチッと押してもらったらミッションがねこう出てくると思うので、ミッションを達成したらミッションを達成して受け取りをしたらキラキラ星500個と無料ショーゴールド70ショーゴールドが昼と夜それぞれでもらえます。でもキラキラ星が500個もらえるんですけど、リオに投げられるのは昼夜それぞれで100個ずつなんですよ。だから1日合計だったら200個、そう昼と夜ねそれぞれで、リオには100個ずつしか投げれなくて、そうなんです。そうで、ね、多分みんなさおしめにさ100キラキラ投げると思うからさ、400キラキラ残ってるじゃないですか。もし残ってたらそのうちの100キラキラを
無料に投げてくれたら嬉しいです。お借り押しの方はね、あの100キラキラ利用に投げてもらって、残りの400キラキラはその今ね研究生枠として研究生と一緒に戦っているので、その普段はあの仲間だし、あの一緒に頑張ってる仲なんですけど、今はねこのイベントでライバルで戦ってるので、もしよかったら正規メンバーさんの方に投げてもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう、ギフトコメント嬉しい。パンダ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 、うん、かわいいキャンディークッキーありがとう、イエーイ嬉しい。はい、そしてこのイベントに参加した理由を説明します。まずはあのショールームイベント自体に参加したことが一昨年の12月ぶりで、1年以上ぶりなんですよね。それでその今までいろんなショールームイベントが行われてきたと思うんですけど、毎回毎回すごくいろんなことを考えて自分の中で悩んで、こう今自分が頑張らないといけないことっていうのを最優先で考えた時に、今は目の前にあることを全力で頑張った方がいいなとあの決断考えてきたので、今までのねショールームイベントは出たいものもすっごくあったんですけど参加しないっていう方向を選んできました。で今回このショールームイベント、写真集のイベントがあるって聞いた時に、あの絶対にこれは今しかないチャンスだと思って、もうこの先多分こういうチャンスって絶対にないと思うんですよね、確実に。しかもこの今のこの中学生の未成年の成長途中な思春期反抗期の岡村莉央を写真集として形に残せるチャンスも今だけなんですよね。この一度きりのチャンスで、このチャンスを今掴まなきゃもう絶対にこのチャンスはこれから先ないと思うんですよね。でそして思うのが、その最近先輩方がさたくさん卒業発表されていて、卒業が続いていると思うんですけど、みんなね、あのファンのみんなもすごく不安になると思うし、リオももちろんすごく不安だし、この先こう不安なんですけど、でもその中でリオが ST48 を引っ張っていけるような存在になりたいなと思っていて、そう、そのためにも今年は勝負の年なんですよね。ねえ、絶対に選抜に入りたいし、将来の夢のセンターにも少しでもほんのちょっとでも近づけれるような一年にしたいなと思うので、選抜に入るためにも岡村莉央という存在をたくさんの方に知ってもらえるきっかけになればいいなと思ったし、こうリオを好きになってこう応援してくれるファンの方を少しでもあの多くこう増や
増やせれたらいいなと思いました。ねえ、そのこうね、先輩方の卒業が続いていると思うんですけど、次そこに立つのは岡村リオだってこうみんなに認めてもらえるようにリオは頑張りたいし、もっとたくさんの方に知ってもらえるようにこのイベントを通してこうアピールしていきたいし、そうですね頑張りたいです。であとはさっきちょっと言ったんですけど、今リオは中学3年生15歳の受験生なんですよね。そう、受験生です受験生です。そうだから、あのまあ人ってさ、どんどん大人になっていくじゃないですか人ってどんどん大人になっていくと思うんですけど、その心も体もね。でもし奇跡が起きてリオが選抜に入って、奇跡が起きてもしまた写真集が出せるってなった時には、必ず必ず大人の岡村リオになっていると思います。そうだから、今この成長途中な、この思春期反抗期なリオツ、元気なリオツを写真集として形に残して皆さんに見ていただけるのも、このイベントが最後のチャンスだと思っていて、その今まで写真集を出してこられた先輩方とか他のねグループさんとかを見てきても、やっぱり大人の方がすごい写真集を出しているイメージがあるんですけど、もうすごい大人じゃないですか、もう熟されてる大人な感じでセクシーな感じだと思うんですけど、今この年齢で写真集を出せるのは本当にレアだと思うんですよ。もうすごいチャンスだと思っていて、本当にレアだと思うんですよね。だからこのチャンスを絶対に掴んで、絶対に写真集を出してこうみんなに見てもらいたいし、あの将来みんなと、あ、こういう時もあったねみたいな感じで、あの振り返りたいし、記録としても残したくて、あとあのたくさんの方に見つけてもらえるチャンスの一つでもあると思うので、絶対にこのチャンスを掴んで写真集を出したいです。あとね、どんな写真集にしたいかと言いますと、じゃじゃん、ぴゃんリオはあの写真集、どんな写真集がいいかなって考えた時に、やっぱり写真集といえばこう大人でセクシーなドキドキするような写真集だと思うんですけど、リオは無理にこう大人っぽくとかセクシーにするんじゃなくて、等身大のありのままのリオツンの写真集が出せれたらいいなと思います。そう、例えば学校でね、制服を着てるショットだったり、美味しそうにこう好きなね食べ物を食べてる時とか、リオと添い寝ショット、こう可愛いぬいぐるみとか持って、可愛いハートのパジャマとか着て可愛い感じとか、あのリオが飼ってるワンちゃんのメーナとのショット、こうメーナを抱っこして撮ったりとか、公園とか遊園地でこう無邪気に楽しそうに遊んでる姿だったり、こういう なんていうの学生らしい、こう未成年ならではのこう元気な感じ、その今リアル中学生だからリオだからその無理して大人ぶるんじゃなくって、そのリアルな感じ、学生ならではの
リアルをお届けしたいなと思っていて、そうですね、こう見てる人がこう、あ、可愛いなって思ってもらえたり、あ、元気が出るみたいな、今日その朝お仕事とか学校行く前に見て、あ、元気が出た、今日も頑張ろうみたいな思ってもらえたりとか、あとは皆さん多分初恋あると思うんですけど初恋があると思うんですけど、皆さんのね初恋を思い出すような、こうなんか青春がつめ込んだ写真集にしたいなと思います。そうですね、発売できたら毎朝見る、見て発売したいですね、絶対に。そうなので皆さんにね、このレアな岡村リオの写真集を絶対に見てもらいたいし、皆さんと一緒に写真集を出したいので、皆さんあと今日入れた3日なんですけど、リオを信じてついてきてほしいです。そしてお力を貸してほしいです。よろしくお願いします。リオツンピチピチなのでピチピチリオツン見たいですよね。ピチピチリオツン見たいよね。もうピチピチのうちに、うん、ピチピチのうちに出したい。初恋の味ウケる初恋の味みんなギフトコメントキラキラなのありがとうございます。嬉しい、ありがとう。それでは50分、今日はね50分までなので、あの今日もなんと皆さんを癒してお仕事や学校を頑張れる目覚まし癒しカラオケをしたいと思いますこれ、ね、聞いて昨日もね夜覚えたんですよ曲を。そうなんかさ、こう歌える曲増やしたいなと思って、そうみんなにも聞いてほしいから、あの昨日の夜ちょっとだけど覚えたんですよねでも結構あの盛り上がる系だからさちょっと朝の目覚まし癒しカラオケに合わないので、今日の夜に歌うねそう朝からもうぶち上げたらさちょっとさあれだからさ、そうそう昨日の夜さ初めて歌った曲のあのキュンとかはあのお仕事のね移動時間とかに覚えました覚えた。じゃあカラオケしますね、癒しカラオケ。今日なんかめっちゃ鼻が詰まってるんですよ鼻詰まりです。リオツン、あと15分ぐらいしかないかも。カラオケの50分までだから、よいしょみんなさ癒しカラオケだけどさ、こうどういうのがいいですかいや朝から盛り上がるけどいいよみたいな、あ盛り上がる、うん、かわいいのでもいいよみたいな、かわいいのがいいとか、しっとりがいい、感動系がいいみたいな、なんかありますか癒しカラオケ。みんなどういう系が聞きたいかな。でも朝はね、あの優しめに歌います。
そこだけ夜と違います夜はぶち上げていくんですけど、朝は優しめに癒しな感じで歌います。どうがいいんだろう、バラード、可愛いがいい。迷っちゃうな。じゃあしっとり系でいきますね。ちょっと夕方ではないんですけど夕方ではないけど、鼻が詰まってる。それでは行きましょう。今日もあなたを癒すね。スタート。皆さん今日も一日頑張っていきましょう。みんな起きてますか？Thank you.
時間的には時間的にはあれだったんですけど、夕方じゃないです皆さん起きてください、起きてください、夕方じゃないですよ朝ですよ、まだ朝の7時半ですよ朝の7時半ですあと歌えて2曲ぐらいかな、多分歌えて2曲かもしれないかも。うん、夕日見えた朝日かな、朝日が見えてくださいみんな可愛い系かしっとり系か感動系かどれがいいですか？みんな聞きたいのはありますか？待って、リオさ、うまくさ歌えるかわかんないけどさ、ちょっとこれ歌ってみようかな。あ、みんなリクエストありがとう。ちょっと待ってね。歌えるかな。うんうん。スタート。
ありがとうございます。めちゃくちゃ久しぶりに歌った気がする。それでは時間的にそろそろ壇上を読みたいと思います。ちょっと待ってね。いきます。スタート。
ここで1回ぐらい頑張ったって、それは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな、誰だって。やるときあるよ。皆さん、一緒に1位取りに行きましょう。初見さんありがとうございます。中学3年生15歳の岡村理恵です。イベント中参加しているので、もしよければキラキラ星100個と無料小ゴールド投げてくれたら嬉しいです。あとちょっとで50分になっちゃう。あ、皆さん朝からありがとうございました。次の枠はお仕事が予定通りだったら18時から18時20分の枠なので、皆さん会いに来てくれたら、応援しに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。皆さん今日もお仕事学校いってらっしゃい。夜勤のことはお疲れ様です。ゆっくり休んでください。それではバイツー、みんなで1位取るぞ。バイツー。